サボイシープドッグとは、フランス原産の珍しい牧羊犬種である。別名はベルジェド、サボイ、サボイシェパードドッグ。犬種名の、サボイは、サボイアと綴られることもある。また、サボイシープドッグと表記されることもある。サボイシープドッグ古い歴史を持つ、希少種で、アルプス山脈のサボイ地域でのみ飼育されている、地域限定の犬種である。老い立ちについては、 資料がほとんど残されておらず、よくわかっていない。主に牧羊犬として使われていて、羊を移動させる刺激を担っている。時には、牧牛犬として、牛の誘導を行うこともある。喫水の作業犬で、ペットとして飼育されているものは稀である。サボイ地域以外では、国内は愚かフランス国外の他地域でさえ、飼育されていない。作業犬としての犬質を維持するため、 消毒への転身を好まず、不死への登録申請も行っていない。本種の知名度は非常に低く、頭数も少ないため絶滅が心配されている。筋肉質の引き締まったボディで足は長くマズルの長さは中くらいである。半垂れ耳、サーベル型の垂れオでコートは厚いショートコート。首回りのコートは特に厚い。このコートは短いながら、 防寒性に優れていて、雨や雪が降っていても作業を継続するのにとても役立つ。毛色はグレーの単色化、それを地としてブルーもしくはブラックのブーチが入ったものなど。体高46から54センチメートル、体重21から25キログラムの中型犬で、性格は忠実で、仕事熱心である。運動量が非常に多く、狭いスペースでの飼育は不可能である。 かかりやすい病気は重労働による胃潰瘍や関節疾患などがある。ありがとうございます。